京都市交通局は大きな規模で京都市内に交通インフラを提供しています。その規模ゆえ複雑な路線構成になっています。このシリーズではそんな路線解説をどのバス停からどの系統に乗るとどこへ行けるのか、そのような形式でご覧いただくバス停案内。第4回は京都駅前烏丸口 B1 バス停です。 B1 バス停には9系統が入線します。9系統は京都駅前烏丸口から七条通りを静心し、七条堀川で右折し堀川通りを上がります。その後堀川通りの北端の鴨川まで北上、御園橋西詰から御園橋通りを静心し、西の橋通り船岡東交差点を右折、その後北へ進み終着の西鴨車庫前に至ります。9系統西鴨車庫前行き、主な観光地は西本願寺、二条城、堀川遊歩道、一条戻り橋、清明神社、白峰神宮、堀川イチョウ並木、享保寺、スイカ天満宮、上賀茂神社、神光院。西本願寺は天正8年1580年の石山本願寺と織田信長の和解後、豊臣秀吉の京都改造計画によりこの地に移転できました。幕末の一時期、この太鼓楼は新選組の屯所となっていました。最寄りバス停は七条堀川です。二条城は慶長8年1603年に徳川家康の上洛時の宿泊所として築城されました。三代将軍徳川家光の時代に二の丸御殿が改修され、朝廷を迎える荘厳なお城となりました。慶応3年1867年、15代将軍徳川慶喜が幕府の重臣や審判大名をこの二条城に集めて大政奉還を行うことを伝達しました。平成6年1990年にユネスコ世界遺産に登録されました。最寄りバス停は二条城前です。二条城前から堀川今出川の間は堀川遊歩道が整備されています。堀川は平安京造営時に開削された1200年の歴史を持つ運河です。昭和に入りたびたびの水害や水質悪化が問題となり、現在の姿に改修されました。琵琶湖疎水の水が引き込まれせせらぎが復活、現在ではカルガモ親子の可愛い姿も見ることができます。また護岸の石垣の一部は二条城築城当時の石垣で、いろいろな文字が刻まれている石を見ることができます。最寄りバス停は二条城前から堀川今出川までの7バス停です。一条戻り橋には数々の伝説が語り継がれています。伝説については春の京都桜めぐり2022その3でお話ししています。概要欄に URL を貼っておきますので、興味のある方はご覧ください。ちなみに花嫁を乗せたタクシーは絶対にこの橋を渡らないということです。また、たもとには河津桜の大木があり、春には人々の目を楽しませてくれます。一条戻り橋から北へ進むと清明神社があります。清明神社のご祭神は陰陽師の安倍の清明。京都でも屈指のパワースポットと呼ばれています。最寄りバス停は一条戻り橋、清明神社前です。白峰神宮は真理と和歌の宗家である飛鳥家の邸宅宛に創建された神社です。御祭神は第75代崇徳天皇と第47代順仁天皇です。明治天皇により崇徳天皇を京都に戻すために創建されました。三大怨霊の一人とされる崇徳天皇ですが、小倉百人一首にも取り上げられる歌人でもあります。崇徳天皇のお話は本編第59回206系統の締めの京都豆知識で取り上げています。 URL を概要欄に貼っておきますので、よかったらご覧ください。また割の宗家跡ということで球技の玉が多く奉納されています。最寄りバス停は堀川今出川です。京都には多くの街路樹があります。中でも堀川今出川以北の堀川通りのイチョウ並木は京都一のイチョウ並木です。秋の紅葉で市民の目を楽しませてくれます。最寄りバス停は堀川今出川から堀川倉間口までの5バス停です。
王教授は応安年間に開山した天文関寺院です。天文関寺院は人形を所蔵する寺院が多く、この宝鏡寺も多くの人形を所蔵し、人形寺と呼ばれています。宝鏡寺の東側には表千家の普信庵と裏千家の今日庵があり、日本の茶道の中心地となっています。最寄りバス停は堀川寺の内です。水火天満宮は延長元年923年に醍醐天皇の勅願で建立されました。御祭神は謀略で太宰府へ左遷され、失意のうちに没せられた菅原道真公です。都で頻発した疫病天変地異を道真公のたたりと恐れ、鎮めるために建立されました。舘日の綾子に北斗線が下る19年前で最初の天満宮です。最寄りバス停は天神公園前です。上賀茂神社は正式には鴨負け雷神社といい、平安遷都以前からの鎮守のお社です。古くから皇族はもちろん、貴族や武家、庶民に至るまで多くの方々に崇敬されてきました。紫式部も上賀茂神社の第一摂社の片岡社に頻繁に通ってられたようです。ホトトギス声待つほどは片岡の森の雫に立ちや濡れまし。紫式部が読んだ歌ですが、ホトトギスの声を待つは恋人を待つという意味のようです。つまり片岡の森の雫に濡れながら恋する人を朝まで待ちましょうという意味になります。恋する人誰だったんでしょうね。最寄りバス停は上賀茂御園橋です。西賀茂の工房さんと親しまれる人工院は、建保5年1217年創建の真言宗のお寺です。当時御室仁和寺と並ぶ京都三大工房として有名で、薬王系大使として信仰を集めています。また静かな境内は水戸黄門、銭形平次、必殺仕掛けに暴れん坊将軍等々、多くの時代劇の露出となっています。最寄りバス停は人工院前です。バス停案内第4回、京都駅前烏丸口 B1 バス停から出発する9系統をご紹介しました。次回は京都駅前烏丸口 B2 バス停です。この動画が面白かった、役に立ったと思われましたら、チャンネル登録高評価のボタンをクリックよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ややでした。